こんにちは。YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回はなくなってしまう機能についてのお話です。注目コンテンツ、動画またはおすすめの再生リストを表示する機能が2017年12月14日で廃止されます。YouTube ヘルプ、注目コンテンツ、動画または再生リストのページです。この一番上に書いてますね。注目動画と再生リストを紹介する機能は2017年12月14日に廃止されます。その理由として、ユーザーの行動を調査した結果、このようなプロモーションが閉じられてしまう回数は、クリックされる回数の20倍にもなることが判明したため、今回の決定に至りましたということですね。はい、その注目コンテンツとはどんなものかっていうのがね、このヘルプページ、詳しくね、書いてますんで、まあ、こちらを、参考にしてください。では、実際にね、YouTube の、クリエイターツールをね、確認したいと思います。クリエイターツールです。このチャンネルの注目コンテンツ、クリックします。はい、この一番上に書いてますね。注目動画とおすすめの再生リストは12月14日に廃止されます。詳細がさっき紹介しました YouTube ヘルプのページです。ここに注目コンテンツとしてね、おすすめ動画を表示するタイミング、ここをクリックすると動画の最後か開始位置を指定するということがね、設定できるようになってます。はい。で、ここね、最近アップロードした動画、アップロード済みの動画すべてに表示って書いてますけど、ここでね、左下の方に、紹介できるような、ポップが出ます、これが注目コンテンツになります。この機能がね、12月14日に廃止されます。今回は注目コンテンツ、動画またはおすすめの再生リストが2017年12月14日で廃止されるというお話をしました。それでは今回はこの辺で失礼します。じゃんけんポン。